どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいているチャンネルです。このように、再生リストのためさせていただいておりますので、ぜひですね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい、やってまいりました。タカチャンネルのメインコーナーである、財布紹介でーす。イエーイ！タカチャンネルはですね、僕が財布のですね、元生産管理っていうところもあってですね、財布紹介に関しては結構頻繁に行っております。で、今回もですね、またまたすごい画期的な財布がですね、幕開けというクラウドファンディングサイトの方にですね、販売を開始しておりましたので、今回はそちらをですね、メーカーのご協力のもとですね、ご紹介させていただければなと思います。はい。今回僕が紹介する財布、どういった人にまず適しているかっていうと、ズバリなんと言っても、カードがめちゃめちゃ持っていて、そのカードをいつも探すのに苦労されている方、こういう人にはですね、今回持っていただきたい財布になっております。その財布は何かというと、こちら、プシュッ、プシュッ。こちらのカード縦入れスリム長財布、シリーズ最新作の癖になる人増加中であるスマートアクションウォレットの最新バージョンにおります。はい、今回ね、メーカーさんから黒色のね、こちらのスマートアクションウォレットっていうものをですね、こちら、ご提供いただきまして、これね、僕自身届いてからもう1週間ぐらい使わさせていただいておりますが、結構ね、すごいよ、これ。何がすごいかというと、めっちゃカード入るし、しかもカードめっちゃ入るやつって、すげえカード探しにくいイメージあるじゃない、皆さん。これ、カードめっちゃ入るのに、カードめっちゃ探しやすいし、しかも、それぞれのポケットがですね、すごい全部入れやすいんですよ。で、しかも、よく考えられた機構っていうのが、この、長財布にはいっぱい入ってるので、本当にね、今日はこれを余すことなくすべてご紹介できればなと思っています。はい。で、このスマートアクションウォレット、実は、もう先ほども言ったように改良版という形になっておりまして、前作ね、すごいのが、あの雑誌のライティニングにはですね、掲載された形になっていて、結構ね、たくさんの人からですね、支援をいただいた財布になっています。で、前回のやつも結構使いやすかったんだけど、今回のやつはそれをさらにパワーアップさせた形になっているので、今回のやつもね、前回、たまたまね、お金がなくて買えなかったよとか、前回買ったけど、もう結構古くなってきたから、新しいの買いたいなとか、そういう風に思ってる方いらっしゃったらですね、今回のこのスマートアクションウォレットのですね、最新版をご購入してみてはいかがでしょうか。はい。で、今回のこのスマートアクションウォレット、なんと言ってもいいのが、価格帯がすごい安いんですよね。で、価格帯が安いのにもかかわらず高機能性で、しかもこれ表面に関しては本革使ってんだよ。だからめちゃめちゃコスパが高いっていうところもおすすめで、まず値段なんだけど、こちらのスマートアクションウォレット、超早割り、もしかしたらこの動画が出てくることにはもうなくなってるかもしれないんだけどね、先着5名様で9980円から買うことができます。で、実際クラファンっていうのは早めに支援すれば支援するほど安く買えるので、僕的には悩む暇があれば、もしかしたらもう欲しいと思ったらですね、即購入ぐらいの方がいいかなと思います。これだけじゃなくて、実は今回ですね、後ほど詳しく紹介させていただくんですけど、こういう感じの、いわゆるですね、財布の中にも入れれそうな、いわゆるこういうマネークリップも同時販売しておりまして、これが大体1000円で販売しています。ね、はい。で、今回のこの商品、これから、じっくりと、仕様だったりとか、素材のところとか、中に僕自身が今どういう風に入れてるのかっていうのをご紹介させていただこうかなと思うんですけども、で、その前に特徴を3つだけご紹介させていただければなと思います。まず1つ目が、癖になる人が続出中っていうところで、カード縦入れスリム長財布の最新作になっています。何それと思わず突っ込みたくなるようなデザインと使い勝手になっていて、これね、長財布とは思えないような内側の仕様をしているので、皆さんぜひですね、こちら、ワクワクしていてください。で、3つ目が、あの雑誌のライトニングにも掲載された財布の後継モデルになっているので、財布を綺麗に長く愛用したい方には結構おすすめかと思いますよ。はい。それじゃあ早速、こちらのスマートアクションウォレットの改良版、実際詳しく見ていきましょう。レッツゴー！はい、お待たせいたしました。こちらがスマートアクションウォレットの改良版になっております。はい、実際皆様の元に届く場合はですね、こういった黒いですね、化粧箱のところに入れられて入ってきますので、プレゼントとかにも最適かなと思います。はい。で、このスマートアクションウォレット、まずスペックの方からご紹介させていただきましょう。スペックとしてはですね、横が19センチ、で、縦が 9.5、で、厚みもですね、これ2センチぐらいしかない形になっているので、そういう意味ではですね、結構
構厚みも薄いですので、お尻のポケットとかにも入れやすいかなと思います。で、また結構ね、長財布ってなんか分厚いイメージが結構持たれてる方多いと思うんですが、そういう人にもですね、これだったら克服していただけるんじゃないかなと思います。で、一応これに関しては2色展開になっていて、僕が今持ってるのは本革のブラックと、あと内側ね、これシャンタンという、素材のですね、布を使っているんですけど、その布を、ふんだんに使ったですね、いわゆる財布になっています。で、もう一つが、ブラウンと、マットオリーブっていう形で、ちょっとね、グリーンに近い感じのですね、シャンタンを使った、いわゆるですね、組み合わせを使っているものもございます。はい。で、一応これに関しては、先ほども言ったように本革製になっていて、もう少し皆さん詳しく、こう、寄ってもらおうかな。こんな感じの脂肪感で、結構ね、脂肪感も、皮本来に近い形の、いわゆる脂肪を、選択している形になるので、結構ね、メンズの方だったら、これね、刺さる、いわゆる皮のね、表面になってるんじゃないかなと思いますね。一応これに関しては、最高のなめし技術により、レザー本来の風合いを残しつつ、ギリギリまで皮を薄くなめし、最大限まで軽量化を実現した形になっていて、結構ね、重さも軽いのが特徴的ですね。はい。で、一応、シャンタンのこの内側のものに関しては、今チラッとお見せしただけだったんですけど、こういう感じになっていて、これも高級感があって軽量化も実現できる形になっていて、内側も皮がいいよっていう人も結構いると思うんですけど、こういう部分をシャンタンにしてあげることで重さを極限まで軽くすることができるので、個人的にはね、こういう仕様の方が僕は好きです。はい。で、一応そうは言ってもこの上の部分だったりとか、それこそここの部分だったりとか、必要なところとかにはこういう感じで皮を使ってますし、ここに関してはアクセントでグレーとね、こうシャンタンの組み合わせとかも、一応しているので、そういう意味ではね、革を使ってほしいっていう人のいわゆるニーズとかにも一応応えられてるんじゃないかなとは思います。はい。で、それと同時に今回プレゼントで、一応 SNS のシェアの支援プレゼントにはなるんですけど、こういう感じのですね、いわゆるマネークリップも存在しておりまして、このマネークリップ、実際ね、仕様としてはめちゃめちゃ、いわゆるシンプルな構成ではあるんですけど、この財布と組み合わせることで使い勝手が劇的に変化するものになっているんですよ。で、仕様は一応縦5センチの横1センチの厚さ7ミリぐらいで、素材もステンレスで、ここに一応刻印が入っているので、オリジナル性っていうのも非常にですね、醸し出してはいるんですが、マネークリップってお金を挟む以外にも一応使うことができて、例えばこの財布の小銭入れのポケットのここの部分なんだけど、ここの部分に、よいしょ、こういう風に挟んであげるだけで、ここ自体がですね、皆さんがよくお持ちのこういう鍵とかを入れれるようなキーケースに変化することもできるんですよ。なので、そういう意味では結構この、使い勝手もいい、マネークリップになっております。はい。で、一応これに関して、これから仕様をですね、ご説明させていただくんですけど、なんといってもこいつのいいところはですね、このデザインとユーザビリティの、この融合性のあるですね、操作性っていうところがかなりいいポイントになってきております。はい。日々使う財布っていうのは、単なるこうね、一つのファッションアイテムっていうわけじゃなくてですね、この持ち主自身をフォローする重要なアイテムになっていて、デザイン性と快適な使い勝手、その二つがですね、結構大事になってきております。例えばなんだけど、めっちゃかっこいい財布があったとしても、使い勝手が悪い財布だったら皆さん使いたいと思います。思わないですよね。それと同様で、すごい使いやすさが、極まってても、かっこ悪い財布ってあるじゃない。例えば、アンパンマンの小銭入れ。あれ結構さ、使いやすいんだけど、アンパンマンだからこそ大人は使えないでしょ。そういうのと一緒で、デザインとこの、ユーザーが使いやすさっていうところは切っても切り離せない存在なんですよね。で、その両方を突き止めたのがこのシンプルで独創的な機能デザインとこの機能性っていうのを融合させた、この財布になっています。で、これ一切の無駄を排除したシンプルなアウターデザインになっていて、無駄と思える仕様とか装飾をすべて削ぎ落としています。どういうことっていうと、これね、全体見てもらってどうです？何にもプレートとか、それこそ刻印とか片押しがないでしょう。それが今回のこのね、無駄なものを排除したっていうところに繋がっていて、もう本当にシンプルなんですよ。表面特に、そのブランドロゴとかもついてないし、あるとすればここのファスナーの部分が、黒に映えるようなメタルになっているっていうところぐらいで、本当にね、どんな層とかどんな年代層、そういったところにもですね、マッチしやすい、いわゆる財布になっています。で、こうアウター同様ですね、無駄と思える、この余計な布とか効率的と思えない仕様をすべて排除した
たので、ミリ単位まで機能性を使い勝手にこだわっていまして、まあちょっと中身をね、見ていただきたいんですけど、中身、まあちょっと先ほどちらっと見えたので分かったよっていう人もいらっしゃるんですが、こういう感じになってるんですよ。あんまり普通の財布では目に見かけたことがないような、縦タイプのカードを入れれるポケットだったりとかですね、そういったものが、あったり、あとはお札専用の、まあお部屋だったりとかですね、今回僕はですね、ここには入れてはいないんですけども、パスポートとか、そういったものも入れれるような部屋も入っているので、そういう意味では皆さんが欲しいと思う財布の機能をすべて搭載していて、余計なね、まあ、いわゆる機能っていうのをすべて削ぎ落としたシンプル構成の一番使いやすい財布になっています。はい。で、一応このカードなんですけど、どうです？今見ていただいて。こんなに、まあ、僕結構ね、まだカード少ない方かもしれないんだけども、1、2、3、4、5、6、7入ってるんですが、どのカードもどこにあるのかっていうのがすごいわかりやすいかなと思いまして、これしかも最大ですね、左右各6枚ずつ入れた場合、12枚も、まあ、収納することができるんですよ。で、しかもね、このカード入れの最大の ポイントというところで言うと、このカードの出し入れのしやすさというところで、このね、親指の、この、例えば、指のね、お腹に当たるここの部分で、こうカードを持っていただいて、ヒュッとやるだけで、まあ、こうカード出てくるでしょ？で、これをヒュッとやるだけでカードをしまえるんですよ。こういう感じで全てのカードを、この親指とかの指の腹で操作することで、まあ、いわゆるですね、カードをこう出すことができるし、しまうこともできるので、これはほんとね、ストレスがない、癖になる、まあ、このアクションかなって思います。で、しかも、この縦型なので、すごい見やすいし、しかも、入れやすさもすごい入れやすくて、これ実はちょっと全部取ってみると余計わかるんですけど、それぞれね、こういう感じで切り込みポケットがしてあるのよ。で、このカードを入れることによって、まあ、実際ですね、こう重なりすぎて、動きにくいっていうような現象もすべて起きない形になっていて、こうカードをね、自然とこう入れていくと、段が一個つくことによって、カードの干渉がここしないのね。なので、すごい入れやすい、まあ、いわゆる財布になっております。はい。なので、まあ、こういう風にね、カードを、このカード段に入れるときも、これだけたくさんの4枚ぐらいカード入れたとしてもですね、ここの部分、下の部分も干渉せず、段式になってるので、入れにくさっていうのも全然感じない形になっております。なので、こうレジ前でね、こうカードどこだっけなーとか、こうポイントカード作った後カード入れなきゃっていうときで、後ろを待たせるっていうような現象も起きないので、これはね、マジで使いやすいと思います。もちろんね、男性だけじゃなく、女性も使っていただき、たいような仕様になっているので、これ結構いいです。おすすめです。僕がこれ一番いいなって思ったのがどこかっていうと、この小銭入れのスペースなんですよ。はい、この小銭入れのスペースなんですけど、何がいいかっていうと、これね、意外と浅いの、ここの部分、ここ、こういう感じでね、浅いからこそ全体的に小銭がどこにあるのかっていうのが見やすい。なので、いくらっていう風に細かいものが出た時も、すぐにこうお金を取り出して、すぐに払えるっていうところは結構いいかなと思いました。最近の、まあ財布って結構この小銭入れをなくすスタイルが結構多いんだけど、個人的には、やっぱり僕はね、あった方がこういいなと思っていて、うん、小銭もこれだけたくさん入れれて、なおかつこの薄さ2センチに収まるっていうのは、結構個人的にはいいかなと思います。で、先ほど言ったようにここにね、マネークリップにつけると、まあ、こういう感じで鍵も入れれて、しかももう鍵の、収納数がもう一個多いのであれば、これちょっとスライドしてあげればね、もう一個鍵も入れることも可能なので、自分の持ち物である、まあ、いわゆるキーケース、そういったものもですね、減ることもできるので、個人的にはね、結構いいかなと思えるような仕様です。はい。で、一回こう挟んで分けるとですね、なかなかこう移動もしないので、これ自身が。なので、個人的には、マネークリップって、あんまりね、こう、日本じゃ使い馴染みがないと思うんだけど、まあ、こういう風な使い方でね、活用してあげるのは、かなり新しくて面白い発想かな、っていう風に思いました。はい。で、さらにね、僕がこの財布いいなって思ったのが、ここの部分なんだよね。財布をこう開いたら、こう開いたこの口の部分の左側の方のカード段の下にですね、こういうお札専用の部屋がございまして、ここの部分に入れておけばですね、こういった、まあ、いわゆるピン札の1万円とかに関しても、角を折らすことなく入れることができるので、結構これはいいかなと思います。で、しかも、まあ、こう開いた時も、お札がいくらあるのかっていうのもすごい見やすいので、結構いいですし、例えば、日本のお金で言うと、まあ、2000円札は僕持ってないあれなんだけど、まあ、
大皆さん持ってるような1000円、5000円、1万円に関しても、すべてにおいて、まあ、こういうふうにね、まあ、引っかかることなく入れることが可能になっているので、個人的にはですね、まあ、非常にお札に関しても出し入れもしやすく、使いやすいかなと思います。うん。もちろん整理もね、しやすいです。僕も結構そうなんだけど、1000円、5000円、1万円をですね、あんまりこう、バラバラに入れたくなくて、1万円はここまで、とか、5000円札はここまで、1000円はここまで、みたいな感じで入れることが多いので、こうね、仕分けもしやすいっていうのもまた一つのいいポイントかなっていうふうに思いました。はい。で、一応これに関しては、邪魔にならないフリースペースっていうところがあって、まあ、フリーポケットがいくつか存在しています。例えばなんだけど、これで言ったら、ここの部分と、ここの部分はフリーなので、なんかこう、そうですね、長い、まあ、いわゆる地域の、クーポン券とか、そういうのを入れていただいてもいいですし、まあ、あと僕が実際やってることとして、ここと、ここにフリーポケットがもう一個ずつあるんだけど、ここに、まあ、こういうね、紙チケットのライブチケットを入れたりとかしたりとかして、結構ね、たくさん収納できるっていうところではいいです。で、ここに関しても、大きさ的にはですね、パスポート入れるサイズになっているので、例えば海外旅行行くときとかに、ここにパスポート入れて行くっていうのも、また一つの、なんかなっていう風に思います。はい、一応すべてまあ入れてマックスまで入れるとこんな感じの、まあイメージになっていて、そしたらもっと入れれるかなと思うので、これよりもっと入れたいよっていう人にも対応しているかなと思います。はい。で、これ、シンプルだからこそ、強烈なデザインになっているところが一つあると思っていて、それ何かっていうと、やはりここのね、ファスナーの部分なんですよ。この黒なので、黒でメタルプレートがもしあれば、ここが一番の主役になると思うんだけど、黒い真っ黒の財布の場合、どこが主役かっていうと、ここなんだよね。で、これ見ていただきたいんだけど、こういう感じになっていて、見える？ここの部分に関しても、今回、オリジナルの持ち手と、快適に走行するファスナーを、採用していて、まず財布の利用のこのファスナーを、ところに関しては、こう、かなりですね、スムーズな動きをするですね、ファスナーを採用しております。なので、引っかかりもすごいないですし、結構ね、スムーズに開け閉めができることから、ストレスもないです。で、しかも、この引き手の部分に関しても、シンプルながらも、ちょっとだけここにロゴがあるのね。なので、全体的なデザインを壊すことなくですね、ちゃんとブランドを主張できるっていうところから、これも結構ね、僕はいいかなと思いました。で、この、オリジナルの引き手はですね、結構こう長さがあるので、手に持った時も持ちやすい。なので、結構ここら辺のところも僕的にはですね、ポイントは高いかなと思います。はい。一応茶色の場合はこういう感じになっていて、ちょっとね、まあいわゆるくすんだ感じのアンティーク調になっているので、ここはどっちがいいかっていうのを皆さんはね、判断して買っていただければなと思います。はい。で、最後これ一番僕ね、よく考えてんなって思うのが、皆さんね、やっぱり電車乗る時とかもそうだし、ジム行く時もそうだと思うんだけど、最近専用カード化してきましたよね。昔だったら、まあ切符とかだったと思うんですけど、まあイコカだったり、パスモだったりとか、あとはね、まあジム行くようだったら、ジムの会員カードだったりと思うんですけど、これね、ここの部分に、そういうタッチ用の、まあカードポケットが存在してるの。なので、よくあるのが、こういうところの財布に、そういうタッチ系のものを入れておくことによって、いろんな IC が起動して、なかなかこう駅で入れなかったりとか、詰まってしまったっていう経験お持ちの人いらっしゃると思うんですけど、この外側の一番外に、こういうポケットがあることからですね、これに関してはその駅とか、それこそ、ジムの出入り口もそうですね、そういったところで詰まるといった動作が起きないので、これは結構いいかなと思いました。で、ここも出し入れ結構しやすいんだよね。なので、この外側のポケットってあんまりこう重要性ないじゃない。なんだけど、これに関してはその、外側のポケットに関しても無駄なく使うことができるっていうところでは、これ結構僕的にはポイント高いかなと思います。はい。それじゃあ最後まとめの方に入りたいと思います。まとめていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はスマートアクションウォレットをご紹介させていただきました。どうでした？めちゃめちゃ使いやすそうでしょ。個人的に1週間使った感じ、すごい使いやすいなとは感じていて、僕的には結構満点に近い、まあ財布になっていました。はい。で、ちょっと使ってみていいところ悪いところをご紹介させていただくとですね、まあいいところとしては、なんといってもやっぱりこの価格と機能のバランスがコスパ高いなと思っていて、1万円以下でまあ早割りだったら買えるんですよね。なので、その1万円以下でこれだけの本革で高級なシャンタンも使っていて、で、こういうね、オリジナルパーツも使っていて、なおかつ使いやすいっていうのは、結構僕たちはこれポイント高いなって感じがしますね。で、あとは、さらにいいのが、この外側の、まあ、いわゆる IC 用のポケット。これが結構使いやすくて、僕結構電車乗る時とかも、財布にピッていうやつを入れたままですね、行くんで、結構詰まることたまにあるんですよ。なんですけど、これをしてからは詰まることもなかったので、個人的にはここも結構いいかなと思いました。はい。で、さらに、もう一個いいところがあるのが、この内側のカードだよね。
この内側のカードが結構見やすくて、どこに何があるかっていうのが本当に分かりやすいので、個人的にはこの仕様があるだけでも本当買う価値ありですよ。カードが少ない人もそうだし、カードが多い人は特になんだけど、本当に恩恵を受けるので、うん、マジいいなと思っています。で、残念なとこありますかっていうと、残念なとこね、それほどなくて、個人的には全然ね、もうこれだけの財布の機能が揃ってたら僕はもう満足できるかなと思います。唯一残念というか、まあこうした方が良かったんじゃないかなっていうのを一つ挙げさせていただくとですね、個人的には、黒はこのメタリックな感じのね、シルバーアクセみたいな感じになっていて、で、あのブラウンはアンティーク調のファスナーになったと思うんだけど、僕はね、あんまりこういうテカってるやつよりはアンティークの方が好きなんですよ。なので黒もアンティーク調の、まあ、少し霞んだようなね、まあシルバーアクセみたいな感じの、まあデザインの引き手とか、スライダーに仕上げた方が、まあちょっと、まあこう世界観的にもマッチしてるんじゃないかなと思いました。うん。けど個人的に、まあこれに関しては個人の感想なので、まあここがダメとかそういうわけではなくて、あくまでも僕はそういうデザインの方が好きだなっていうふうに思います。はい。とはいえどすごい使いやすい、まあ財布になっておりましたので、ぜひ皆さんこちら買ってみてはいかがでしょうか。スマートアクションウォレットの改良版、こちら、今絶賛マカグラフォーで新中です。ぜひ皆さん僕の概要欄から購入してみてください。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。